はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。イスクスト2というわけでの実況をしていきたいと思います。548日目のログイン&日記です。幸子さん、うん、そんな体操服なんかで来るから恥ずかしいんじゃないの。うん、はい、あざす。いただきましょう。真ん中からの右、なるほど。ココナッツベーガペア、ショコラーデミラペア、シャベリセイガールズトリー、ホビセイガールズトリー、大型ガールズペア、天秤座ガールズペア、コトブ3年ガールズトリー、コトブ2年ガールズペア、4人やって一番厄介な子に、広報委員会ガールズオール、やったぜ。この最後の最後で追い込むやつ好きです。うん。狙っていました。そうです。あっす、ありがとうございます。朝も早うからいただきました。さあ、皆さん、協力戦いかがでございましょうか。私はぼちぼちでございますね。現状スコアが400万あたり。うん。あとね、そう、皆さんに報告することがありますね。朝なんで4倍でいきます。いいですね。早めに倍率が100じゃねえわ。マックス、要するに、まあ、448.1% ですね、現状で言うと。早めにね、なってくれるようになったんで、楽ですね。で、皆さんに言うことというのはこれですね。ちょっともうさすがに追えないんですけれども、どっから見た方がいいかな？こっからかな？こうかな？うん。こうですね。はい、プラス2というわけでね、ドロップしましたね。久しぶりに弱特攻拾いました。やったぜって感じですね。ちょっとね、スクショぐらいでも撮って、後で編集でくっつけようと思ったんですけど、まあ、そのぐらいだったらやらんでもいいかな、みたいな。いう感じですかね。なんかもう拾う瞬間とかだったらいいんですけどね。さすがに録画、常に録画してるわけじゃないので、ちょっとねっていうところですよね。録画しててその模様を全部頭からパーってこう撮れてるんだったら、ちょっと差し込んでもいいかなと思うところなんですけど、なかなかね、そんな都合いいことにはならないですよね。はい、というわけで、とりあえず、いらっしゃい。現状でございますけれども、406万8024スコアで、ランキング4375ですね、選抜の。で、現状、プラチナランキングに入るために必要なのが、まあ、今のところ200万スコアぐらいで、まあ、135万ぐらい、まあ、約130万ぐらい、引き離してる状態なので、まあまあ、割と余力はある感じですかね。なので、このまま、このあたりをずっとキープしていこうかなという体で動いていきましょう。で、一応スコアが1000万、1500万いきたいかもね。ちょっと今、さとかちゃんのために、エクレアミニゲンタスクール集めたくなってきたんで、ちょっとね、エクレアミニゲンタスクールへのね、欲求は高いです。欲求。いや、プラチナ300円無理だわ。プラチナ300円無理だな。大体この辺ですよね。でも UR 現実回路を集めるのはやぶさかではないので、でも2個か。結局、ここの、こことここの差って、こことここね。UR アビリティメモかの差しかないんですよね。で、ここの差がここなんですよね。クレアが、まあ、ここがでかいですね。まあ、言ったら、前のね、前私、レギュラーランキングの2200位以内とかやってたんですよね。で、実質それって、今で言うと、まあ、400人変わってるんで、ね、まあ、頭働かないな。400人、削られてるから、どっちだ？算数ができなくなってきた。はい。まあ、とりあえず、まあ、やめよう。頭が働かないんで。まあまあ、その辺は、頭がシャッキリした時に言いましょうね。今、疲れてるんでね。はい。まあ、とりあえず、まあ、前だったら、まあ、3000、まあ、だから、この辺は入れても、おかしくはないんですよ、皆さん。まあ、要は400人こっちに足されてるんですよ。前よりは、ね、ちょっとプラチナ、前で言うとこの、
エキスパートにいた人が400人はこっちに来てると考えるとね、400人分ぐらいは足されてるんですけど、なんで現状、まあ前の2200位が2600位とかに以内って考えても、まあ3000以内に入れるでしょうっていう話なんですよね、本来だったらね。毎と同じぐらいにやってるんだとしたらですけどね。なんで一応まあここが本来なら私の目標地点というか着地点にならなきゃいけないんですが、まあ、前回ちょっとゴールドランキングに入ってしまってややこいことになったんですよね。でも多分ね、前回のあのボーダー見てみると、あの結局ゴールドランクで1300万スコアぐらい、1400万弱ぐらいだって、この辺ぐらいだったんですよ。まあこの辺だったね、私がやっぱ入るとしたらこの辺ね。この辺何回言うねんってぐらいこの辺言いましたけどもね、この辺ね。はい。はい。というわけで、あとがですね、救援要請、すべてに先生、あと救援要請、おしっぱでいいって言われたんですけど、おしっぱでいける？あ、いけちゃうやつ。連打してましたけど、今まで。なるほどね。こういうアドバイス、いつもね、いただいてますけど、ありがとうございます。さて、ショッピングモールが今日までらしいですが、どうしようかな、6500。なんか全員分買えないんだよね、悔しいことに。しかもなんか結構失敗でダブリやらかしまくったりとかしてたので、そういうとこだぞお前っていうやつなんですけどね、ほんとね。まあ、とりあえず推しメンの持ってないとこだけでも集めておきましょうか。これがそう、多分このね、マジカルハットがみんなないんだよね。これが似合いそうな人って誰、カエデさんとかかな。カワリちゃんとかイサリちゃん、イサリちゃんってあんまり言わないんだよな。イサリさんはイサリさんなんだよな。悩むな。とりあえず残り5000ぐらいまで使っていいとしましょうか。イサカが行くと2人分になるから、ちょっとむずいっすよね、そこはね。実に難しいよ。なんか持ってないとこ、通常のほうに持ってないんだよね。なんか嫌だな。で、イサリさん終了の、かがりちゃんを漫才師を持っていただきに、これ持つだけだったらね、みんなフルコンプしに行ったんだけど、意外とね、なんか、ところどころ持ってないんだよね。雪合戦ウェアがね、この辺、ちゃんと私、やっぱり、把握してなかったから、多分ね、最悪多分交換し忘れてるまであるからね、最後。ホタルちゃんの補正が高まったんですけど、残り5000が、ちょっと5000はキープしときたいよね。多分まあまあ、もしかしたら次のやつは最悪全部持ってる可能性あるんだよね。そうなんですよね。その可能性はあるんだよ。で、まあ、あと最悪、まあ、欲しいとこ、まあ、さだかちゃんだけだとして、7着だと1400だけども、しかも多分持ってる可能性高いんですよね。なんで、もうちょっと使っちゃってもいいんじゃないかなっていうのは結構感じてますよね。で、むしろここまではせめてフルコンプしたかったかもしれないよね。欲を言えばね。まあ、探索ポイントに余力、とか探索リクサーに余力があれば、って言いたかったけど。私もこの間のイベントでめちゃくちゃ補正が高まりまして、もともと結構好きでしたが、やばいっす。やばいっす。いやー、他にもめっちゃみんな他にも買いたい子がいっぱいあるんですけどね。どうしよっかな、これみたいなね。全部ここだけはコンプしたいぐらいの気持ちあるけどね。ちょっち無理があるかな。ちょっちね。ゆいちゃんとかひかりさんとかね、ウッディとか、むなんで、ちょっとこの辺は裏でやろうかな。さてと、あとは、ガチャなんか回せるかな。あるですね。もう今回は特攻ガチャは回せません。あとはドロップに行きたい。一回引けたからね、ラッキーボーイ。違う。スペシャルがまだ見終わってない。イベント報酬。レイドガチャ回しますか。ちょっとエリクサーがね、やっぱ足りないっす。全然足りないっす。あとはまあ、氷ちゃんのレア特攻とかの収束もちょっと期待していきましょうよ。あ、幼稚園の方ですね。はい。ダンスクリクサー、協力戦クサー、はい。ダンスクリクサーは、来た、氷ちゃんのやつ、来たね。いいよ、どんどん収束しろ。終わった。多分ダンスクリクサー出づらいよね。仕方がないけれども。これどうしようかな、吹くべき。27日までですよね。悩ましい。正直悩ましい。めっちゃ悩ましい。
さくばちゃんのやつ持ってないんだよね。シルバニアクロッカス、シルバニアファミリーみたいな。これもちょっと回したいな。ちょっとね、今度やりましょう。ちょっと待って、通常ガチャ見てない。通常ガチャ、常設ガチャ、欲しい。こうではこうしてこうね。はい。引きはとりあえずもね、サドカちゃんだけで、あとはもうちょっとね、限定のやつを回していくようにしようかなと思っておりますね。で、フレンドさん、ちなみに今のボーダーが、所持品じゃない、まあ、所持品も重要か、たたきさ50個。キリキさん、ユキさんもだいぶ減ってきちゃったな。ちょこちょこ使ってるんだよね。あとはもうユーミちゃんのブースで、あ、そうだ、お星様あげたりとか、あとこれあげよっか。どれだっけ、これね。これどうなんだかな、お返し 100% なのかちょっと不安なんだけど、多分ね、今んとこもらってんだよね。あとそうだ、グレードアップもすることあったね。結構やることありました。少しでも戦力アップしていきたいというところでございますけれども、今なんか言いかけたのなんだっけ、何か言いかけましたか、忘れちゃいました。よくないやつ、よくないよ。なんだっけ、グレードアップ工房だけじゃなくていい。なんだっけかない、忘れてしまったよ。私は一体どうしたらいいんだい。なんだっけ、マジ忘れた。で、ちょっと押さえといて、こうして、ああして、こうして。なんだっけ、真面目に忘れた。とりあえずグレードアップしよっか。忘れたんで。なんだっけな。そういうとこだよね。すぐ忘れる。よくないな。まあ、ちょっとね、ボケボケというか疲れてるんで許してくださいってことで、違う、グレードアップしよう。違う。だから、ネテルのランド最近やってない。ネテルのランド動画も上げると言いながらも全然上げられてない。先行っててごめんなさい。とりあえず、これで。で、これも取る。はい、もう一回、どんどんさとかちゃん、どんどんやっていくから、私。で、リライターも一応交換しておくね。もう URL ライターが12個もあるんだけど、使い道が一切ないっていう。どうしたらいいですかね。正直 URL ライターってどうなんだろう。ただ思ってることがあるんですけど、心ラビリンスって一回入手したら、なんかステータス上がるじゃないですか。なんで、で、しかもそれはリライトしたとしても、入手したという事実は消えないと思うんだよね。だからメモ化履歴にも残るでしょうし、だそういう使い方なのかな。心ラビリンス用なのかな、嘘だろみたいな感じだけどね。あとは単純に欲しいとこはたださ、選べないんですよね。運ゲーなんだよね。そう考えるとなんかいまいちなんだよな。いっけくらえちゃけん、ワンちゃんここ3名だからね。これね、この強化のとこ、これ結構好きなんですけど、私見た目的に好きなんですけど、場合によってちょっとなんかエクレアを引いてると勘違いしてサムネ詐欺感が出ちゃうからちょっと怖いんですよね。さあ、66レベルになりました。でもまだまだなんですよね。まだまだ上がりよう。まあ、UR も強化していきたいけどね、今とりあえずこのさとかちゃんのせっかく覚醒したんで、まあ、覚醒したとこは全力プッシュですよね。あ、そう、プレゼントが思いました。プレゼントしようと思ったんだ。38万来た。とりあえず40万いきたいですね。40万の大台。さとかちゃん、あとはね、もう有限ファイアフライが来ちゃえばね、もういけると思うんですよ。一気にいっちゃうと思ってるんですけど、40万はね。はい。大丈夫、教育チェンジだったら、探索エリクサーなんかいただけちゃうと、あ、ありがたいです。ありがとうございます。ちょっと試しに、はい。ああ、お菓子もらえますね。ありがてえ。ああ、お菓子に確定でもらえ、おお、ありがてえ。ってか、エリクサーすごい。これのお返しパネ。これのお返しめっちゃ強ないこれ。そういう仕様なのこれもしかして。これやばいね。すごいじゃん。ここぐらいの人みんなあげちゃおうか。しかも何個あげても嫌がられない。おほほほほ。まずこれ強。ああ。リミットエリクサーしかお返し。リミットエリクサー確定もらえんのかな。ああ、できれば探索エリクサーが嬉しいです、さとかちゃん。あ、すごいじゃん、これ。あらあら。
まあ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 、あら、あらまあ、あらまあ、あらあらまあまあ、じゃあ、ここから切って、さあ、できれば、ワンパン麺でいきたいですが、無理でしょうか。スマッシュゲートも多分きついよね。ニホちゃんと、ゆきえちゃんがとか言ってますけど、完全に回避しましたね。これは多分スマッシュゲートも何なら倒せないぐらいだね。お上段に構えて、武士道ブレードみたいな、こんなジャンプはないが。ま。はい。というわけで、あと残りが、そんなもんですかね。そんなもんかな。グレードアップもしたし、全部やることはやったんじゃないかなと思われるので。というわけでね、教育戦ね、皆さん、頑張っていきましょう。無理せず楽しくね。で、一応、そうなんだっけ、フレンドさんの話したっけ。今、1枠空いてて、フレンドボーダー2万位ぐらいですよっていう話。まあ一応毎回見ていきますか、せっかくならね。まあなるべくね、こう、みんな個人名はあえて読まないようにしていくけどね、あえてね。なんかこう、差別化が出ちゃうからね。まあぜひ名前をこう、ね、動画で呼んで、ガンガン呼んでくださいと言ってくださってる方も中にはいらっしゃるんですけどね。まあまあまあ、とりあえずですね。はい。まあ一応ね、今、私のボーダーがどうなっているのかということですね。まあ、大体今一応2万位ぐらいですかね。なんですけれども。んで、ちょっとね、まあ、1万位台の方はちょっとお別れの可能性があるというところを覚えておいていただけたらなというところですかね。何名かいらっしゃいますね。まあ、このとある方もなんかあれだな。名前出さないのも言いづらいな。まあ全然出しててもいいと思うんだけどね。別に気にし、私が気にしすぎてもしょうがないところあるんだけどね。別に。まあ、何かその人をやり玉にあげて晒すようなとか、そういうような、そういうなんか悪意のあるようなことをやるつもりは一切ないんで。ただまあ、人によっては受け取り方がちょっとなって思っちゃうこともあるかもしれないから、なるべく、あとはまあなんか誰かをひいきするのも、他のフレンズさんに悪いかなみたいな。まあ、こんなの考えすぎてもしゃあないなと思うんですけども、まあまあ、ちょっとね、っていうところですよね。よし、こんなもんでしょう。というわけで皆さんね、協力戦ね、まだあと2日。とりあえず。月曜日とか滅んでしまえばいいのに。みんな月曜日にヘイトが高い。とりあえずね、24、25。この2日間で選抜のね、まずね、位置取りを確定させ、そしてファイナルですね。望んでいきましょう。しかしあれだね、ほんと小春ちゃんはどうなってるんですかね。ほんとは最後の最後に来るのかな。協力戦中に来ると思っていたんですけどね。頑張ってね、もしおしっぱでいいって言われたのに慣れてね、おしっぱができねえ。このロードマップに偽りはないと思うんだがねっていう。みんなとこあるメンバー加入、もう6月、ま、では待つというか、まあ、ほんま待つではあるけどね。なんなら心ラベリンス第3回もまだ来てないですよね、6月。で、7月には夏キャンペーン、水着は何かがすごい、さらに今年はあれがと。で、夏のリアルイベントがあると、リアルイベントとは一体、まあカフェ的なやつだと私は思うんですが、というね。まあいろいろ気になるところありますね。はい。楽しみでございます。というわけでね、お疲れ様でした。本当無理せず楽しく頑張っていきましょう。ではでは。